第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭は光勝王妃、ドラール王冠先頭、残り 200m、 ドラール王冠先頭だ。しかし残りわずか、残り 100m、 ドラール王冠先頭。2番手は河内ソレイユ、ドラール王冠1着、ドラール王冠完勝、ドラール王冠1着。2着は河内ソレイユ、見事に中央の強豪を退けました。ドラール王冠、この馬は強い。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マッハナディア、これは遅れてしまいました。さあ先手を奪うのはどの馬か。吉野キング、前に行きそうです。これに続くのがアーバンバレリーナ、その外にクロストライン、シーブラッド、そのうちに続いています。内からはサブリナチェリー、その外からシルキー鈴鹿、ミスター東人、 B1 です。アラビアヒッター、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として吉野キング、アーバンバレリーナ、ほとんど差がありません。シーブラッド3番手、大外からオレンジの帽子、ミスター東人、伸びてきた。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はミスター東人、ミスター東人先頭、あと 200m、 ミスター東人先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はクロストライン、ミスター東人独走、ミスター東人ぶっちぎりです。ミスター東人1着、2着は微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはミスター東人。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったアドマイアヒル、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 アドマイアヒル先頭だ。残り 100m、 シルクコスモス先頭、デームエンブレム追いすがります。シルクコスモス、シルクコスモス1着、2着にはどうやらデームエンブレム、見事に勝ちました。シルクコスモス、アドマイアヒル敗れました。これは掲示板までです。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のトロピカルカフェ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大
きな出遅れはありませんでした。さあ花を切るのはどの馬か。マルブツサンキスト前に行きそうです。これに続いてザッキーゲラン、白の帽子ヤマリングローバル、その後ろすぐ後ろにネイハイビクトリー、その外からカリブソング、黄色の帽子藤山健山、その後ろその外からマーベラスクラウン、並んで6番桜世界王、インターシャトル、この馬もこのグループ。すぐ隣にアイルトンシンボリ、その横にミスタースペイン、すぐ後ろに南の明かり、その後ろからはブラウンビートル、しんがりからマチカネタンホイザー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番マルブツサンキスト依然として先頭、ヤマニングローバルすぐ後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。1番人気のメジロマックイーン現在先端に取り付いています。ここでヤマニングローバル先頭に変わりました。マルブツサンキストほとんど差がありません。3番手にメジロマックイーン、絶好の手応え。ヤマニングローバル先頭、差はほとんどありません。2番手はメジロマックイーン、先頭を捉えるか。やはりメジロマックイーン先頭だ。ここで先頭変わりました。先頭はメジロマックイーン、メジロマックイーン先頭、リードを広げにかかります。2番手はヤマニンゼファー、メジロマックイーン1着、メジロマックイーン完勝、メジロマックイーン1着。2着はヤマニンゼファー、メジロマックイーン天皇賞春秋連覇の偉業達成。今我々の目の前で新たな伝説が誕生しました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはオートリボックス、オートリボックス先頭、あと 200m、 オートリボックス先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。竹のベルエット、やはり強い。竹のベルエット、竹のベルエット、竹のベルエット1着、2着にはどうやらアドマイアリック、1番人気に応えました。竹のベルエット見事です。